左エンドが札幌。今前半スタートです。まずはピッカー展開して今日注目溝口です。鈴木ワンタッチ、仲間フリック、鈴木パスを選択、さあチャンスだ、樋口だ、開始12秒、鹿島先制ゴール。樋口がいきなり得点しました。電光石火の先制ゴール、ホームスタンド沸いています。あっという間、12秒。